単語型潜水艦は、ソビエト、ロシア海軍の通常動力型潜水艦である。単語型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は641バイト型潜水艦、ソムである。ソムとはロシア語で、ナマズを意味する。本型は、フォックストロット型潜水艦の改良型であり、ソ連第三世代潜水艦に分類される、通常動力型潜水艦である。 設計は、ルビーン海洋工学中央設計局で行われ、ゾシマ・アレクサンド・ロビッチ・デルビンが主任設計を担当し、海軍からは二等艦長の VA マルシェフと IA 骨ビンがオブサーバーとして参加した。1971年より、ゴーリキーのクラスノエ・ソルモボ工場で建造が始まった。641バイト型潜水艦の艦型。 ツーフォックストロット型潜水艦からの改良点として、後方装置や下記完成装置などの自動化と、電子化による操作員の負担減少、信頼数、個室数増加による居住性向上、船体隔絶縁被膜加工による静粛性向上、蓄電池、通信装置、電子機器の高性能化、魚雷搭載量の増加による攻撃力の強化などが挙げられる。 尖閣は6つの隔壁で区切られ、艦首から魚雷発射艦室、全部蓄電池室、発令所、後部蓄電池室、機関室、電動機室、乗組員室となっていた。蓄電池室が2カ所になったことで、潜航時間はフォックストロット型潜水艦より長くなった。脱出発地は第1.37区画にあった。艦隊の大型化により居住性は大きく向上し、 艦長と士官の個別のベッドが乗組員室に設置されたほか、水平のベッドも全員分が用意された。静粛化の向上のために駆動系を簡素化したほか、艦隊には譜代構造や無反響タイルが本格的に導入され、水中雑音を大幅に軽減した。これらの設計により、単語型潜水艦はソ連で最も静粛性の優れた潜水艦と、 評価されていた。推進軸は3軸で、水上高校及びシュノーケル高校は、2D42M ディーゼルエンジン3機で、水中高校には、PG101 電動機2機と高速高校用の PG102 電動機2機、低速高校用の PG104 電動機1機で推進した。蓄電池は、60SU 蓄電池を112セル4機搭載した。並走として、 5 3 3トル魚雷発射艦6門を艦首に集中配置した。冷戦当時の西側諸国では、艦尾にも魚雷発射艦4門を有するとされていたが、本型はソ連の通常動力潜水艦として、初めて艦尾の魚雷発射艦を有しない潜水艦となった。魚雷発射艦から発射する兵装は、魚雷を24本。 または機雷を44個したが、居住性を犠牲にすれば、さらに魚雷12本、または機雷24個を搭載でき、従来の潜水艦より搭載量が20%増加した。単語型潜水艦は、ソ連海軍の通常動力型潜水艦として、初めてソナーと戦闘処理装置を結合した C4i システムが搭載された。魚雷への目標情報の入力や来撃手順が、 自動化されたほか、戦闘時の送艦を補助した。単語型潜水艦は1973年から1982年までに18隻が建造され、6隻が国海艦隊に、12隻が北方艦隊に配備された。1974年以降の建造艦は、有利ニコラエビッチコーミリシンによる改良設計が反映された。個別の艦名はなかったが、 一部の艦は各地のコムソモールを検証して、それにちなんだ感銘が与えられた。ソビート連邦の崩壊後、単語型潜水艦は1990年代末までに全艦が退役した。大半がスクラップとして解体されたが、一部は博物館に展示されている。B-396 のように車椅子に対応できるよう改装された。ありがとうございます。